横川駅、広島県。横川駅は、広島県広島市西区横川町三丁目にある、西日本旅客鉄道、JR 西日本、広島電鉄の駅である。広島電鉄の駅は、駅も正式電停名に入り、横川駅電停となる。JR 西日本の駅には、当駅を所属線とする山陽本線と、当駅を起点とする、壁線が乗り入れる。線は、 線路名称上は当駅を起点とするものの、全列車が広島駅まで乗り入れる。広島電鉄の駅には横川線が乗り入れる。系統上7号線、8号線が乗り入れる。1905年、明治38年2月5日、一二人乗りの乗り合いバスが横川町壁町間ロ1 5 k m を運行を開始、これは日本最初の国産乗り合いバスであった。 このことを知った地域の横川商店街が、レトロバス復元の会を設立。車体の復元が始まった。2004年3月の復元完成時に役割を終えた、会は、解散、同時に町おこしに活用すべく、広島課、横バス活委員会を設立。復元時に、課、横バスと名付けた。名前の由来は、レトロバス復元記念の土産物を開発に、取り組んでいた。 活用委員会メンバーの壁の下に横側の横を取ってかよというダジャレから2004年から横川駅前には当時の車両を復元したものが展示されているなお京都で乗り合いバスが運行されたのは1903年明治36年9月20日でありこちらの方が運行開始が早く後にバスの日に設定されたものの使われた車両は6人乗りで 現在のバスの法定である11人以上が乗れる車の要件は満たしていない。島式ホーム2面4線と短式ホーム1面1線の合わせて3面5線を持つ高架駅。JR の特定特市内制度における広島市内の駅である。直営駅であり、宮島口駅、管理駅傘下の地区駅として地区駅長が配置されている。愛子か。 相互利用可能 IC カードは、ありこかの港を参照が利用可能。駅舎は、南側と北側にある。2003年、平成15年落成の南口の駅舎は地上に、1949年、昭和24年に落成し2003年、平成15年に改装された北口の駅舎は、壁線の高架下にある。南北それぞれに改札口。 緑の窓口を備え、デイリーインもある。コンコースから各ホームへはエレベーターが設置されている。駅舎の西側には、南北連絡用の自由通路トンネルが設けられている。JR の乗車券には、新越本線にある横川駅。こちらは、横川と読むと区別するため、要、横川と表記している。駅スタンプは、日本最初の国産乗り合いバス誕生地の駅。 JR 横川駅、南口広場内東側にある、大屋根が電停を覆うように設けられており、雨の日でも濡れずに、JR 横川駅へ乗り換えができるよう電停にも屋根がついている。両乗り場とも、7号線広電前行き及び8号線、江バ駅電車が停車する。これは、一つの列車が横川駅電停を境に7号線と8号線を交互に運転すること、 俗に三角運用と呼ばれているがあるため出る一部時間帯を除く。横川駅限定にはほとんどの場合単車が乗り入れているが、朝夕ラッシュ時には連接車の乗り入れも設定されている。朝ラッシュには係員が案内をするが、広島駅のような修札員を配置した修札業務は、広島フラワーフェスティバルのような大規模イベント開催時でないと行われない。なお、 2013年2月より、新型車両、線形が導入されたことにより、1日7.8号線、合わせて24往復の設定がある。横川駅電停直前の国道上に、クロスオーバー線路を敷き、両ホームにおける入線と出発を可能にしている。一番線は、線路の左右に、ホームがあり、一番ホームの向かい側を、校車線用ホームにしている。専用ホームには、 ホーム番号は設定されていない。なお、2003年3月26日までは、横川駅前交差点の東側に一面一線の片面ホームの形で存在していた、白島電停と同様の構造。以下の情報は、広島市統計省及び広島市政要欄に基づいたデータである。以上の1日平均乗車人員は、年度毎乗客数を六十五 純年が関係する1955.1959年は366で割った値を小数点第2位で四捨五入小数点1位の値にしたものである以上の1日平均乗車人員は乗車数と降車数が同じであると仮定し年度枚葬数を365 順年が関係する1963.19671971.1975年は366で割った後で、さらに2で割った値を、小数点第2位で四捨五入、小数点1位の値にしたものである。JR の駅としては、広島市の中心である神谷町に最も近かったため、もともと通勤客の利用が多かったが、2003年、 平成15年の広島電鉄7号線運行開始以来、顕著に増加の数勢が見られる。広島電鉄での JR との乗り換え客数は5000人となっている7号線開業前の値。広島地区のバス路線は、基本的に市内線、主に旧市内、中区、西区、南区の3区と、東区の一部だけを走る路線と郊外線、広島バスセンター、 または、広島駅、八丁堀と、旧市内の外を結ぶ路線に別され、これらは、バス停も、別々になっている。横川駅においても、市内線は、南口ロータリー内、郊外線は、国道183号、2008年、平成20年4月1日に、道路管理者が、国土交通省から、広島市に移管されたことに伴い、 国道54号から変更された上と分かれて設置されている。ただし、広島駅と違い、横川駅では、壁街道を通る広島電鉄、広島交通のバスはロータリーに入らない。なお、郊外線バス停の市内線乗り場、広島バスが郊外線と、同方向に向かう23号線乗り場として、使用としての名称は、上りが横川三丁目、下りが 横川一丁目と同じバス停に、横川駅前和停乗り場が併設されている。上記のほか、J リーグサンフレッチェ広島の試合がある日には、エディオンスタジアム広島駅シャトルバスが発着しており、シャトルバスの唯一の発着場となっている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。